さあいよいよ仙台予選第2回 B スポーツ超ディスカッパー選手権ハイパーということで、体調はめちゃめちゃいいですね。やれることはやったので今から受付して予選に挑んでいきたいかなと。めちゃめちゃ緊張しますよ。想像しただけで手震えてるんですよ。あと温度が低すぎる手の本当にカチカチなんで、甲子園球児じゃないですけど夫婦やりながらちょっとそこまでねコンディション持ってってやるか。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。受付番号5番です。行きましょう。割と早め。さあここからとうとう超ディスカッパー選手権ハイパーの仙台予選スタートでございます。まずはステージ1からでございます。でステージ1の簡単な説明がこちらでございます。表を出します。で表だけじゃ分かりにくいと思うので私も説明させてもらいますね。でステージ1のルール、まずは20ゲームもしくは60秒のチャレンジと。で狙う箇所は左イールのみで、ボーナス柄浮きなので割とイージーな目押しです。でこのステージ11万点以上取ればステージ2へ移行できると、チャレンジできるといった内容なので、早速ステージ1僕と一緒に見ていきましょう。いやもうね、今度緊張でガチガチです。もう目が怖いもんね。でこの日ね、仙台予選にエントリーした方が約50名ぐらいで、隣にね一緒にビタ押しやってる方いるんですよ。またこれがねこうプレッシャーかかるというか、ミスったでしょ、もうこの時頭真っ白です。マジで何にも考えれなくなって、なかなかこれ右上に実はスコア出てて確認できるんですけど、それがねなかなか増えていかず焦り始めたと。ただちょっと落ち着けと、一旦時間は全然ある、で20ゲームしっかりやればいいだけだと。で大体ね16回7回成功すれば1万点いくんですよ。なんで3、4回ミスれると。で脳みそシフトしてやり始めたところですね。これいい、確認してますねスコアを、右上のスコアを確認しながら、まあ、この辺からもういけるなというのがもう大体分かってきた頃ですね。でもこれ1万点超えたなと。でまあ、安心しきったところでまたミスるっていうね、まあ、でもねこの時はね震えるほど緊張してましたけども、結果20ゲームやって13000点。まあまあまあステージ1はね突破しないとっていったところで、はい、さあ続いてステージ2のルール説明です。制限時間は45秒、45秒間で出されたお題をとにかく揃えろと。で出されるお題がボーナス図柄揃い、赤青バーですね。であとは子役揃い、リプレイチェリースイカ星で、中でも星のダブル揃いが一番得点が高い仕様となっております。で予選の通過ポイントが2万点。早速見ていきましょう。でこのステージ2なんですけど、実はファーストステージの数十秒後にすぐスタートするんですよ。秒でスタート、インターバルあるんかなと思ったら全然なくスタートしたんで、これね結構脳みそパーンってなりましたね。で、画面に映ってる通り、今だったらお題がバーと、バーを一直線で揃えろ、青7を揃えろと。でねこれね、リールが変則的に動いてると思うんですけど、これ実はこれ同時押しが可能になってるんですよ今回のディスカップ。なんで青7の次また青7だとドンっていけるじゃないですか同時に。なんでそれの防止として変則的にこのリールが始動するようになってます。いいよ、落ち着いてる、落ち着いてるよ、だいぶ落ち着いてる。これがラストかな時間的に。なんで最後落ち着いて、うん、いいじゃない、落ち着いてますやん、ノーミスいってますやん。今見返すといいね、2万3000点ということで、はい、ありがとうございます。
危な危な、見ました、うーん、これでかい。ファーストステージミスった瞬間頭真っ白になったっすね。よかった、セカンドステージノーミスでいけた。よし、Here we go。 さあファイナルステージのルール説明でございますけども、票がめちゃめちゃあると思います。ただルールは簡単です。60秒間でお題をクリアし続けて、誰よりもスコアを叩いたやつが仙台予選の1位とルールです。めちゃめちゃシンプル。まあまあそれだけじゃあれなので、補足をちょっとやるとレベルがあります。でレベルがスコアに応じて上がっていって 1,2,3,4 あり、今回からこのハイパーからですねレベル4が追加されました。レベル3ってそもそも難しいお題が来るのに、そのレベル3に、押し順をつけちゃったっていう鬼畜ルールでございます。でそのレベル4までいけるかどうかもまず見どころといったところ でまずこのファイナルステージ練習と本番があります。で練習はただの練習です。で本番で出したスコアがそのプレイヤーのスコアになりますんで、まずは練習から見ていきましょう。でこのファイナルステージに進んだのがこの仙台予選、9人です。で9人中僕が6番目の挑戦です。全然成功しないけど大丈夫して、いやいや本当ね、空気感えぐいんですよ。後ろにはこうスーツ着た大人たちがスタッフでいて、で、まあ、後ろに座ってるのがプレイヤーですよ。もう終わったプレイヤー、今から控えてるプレイヤー、いろんな情念渦巻いて、もう独特な空気感、これに耐えれるかどうかよね、もうもはや。ただやばいね、いやミスりすぎじゃない？で1位が今のところ暫定で3万点ぐらいですかね。だから3万1000点は出さなきゃいけない。でここからレベル3です。ちょっとお題が難しくなりましたよね。右リールの赤7 2つだったり、中リールのバー2つだったり、こう直視ができないとちょっと難しくなってくるのがレベル3と、まあ、明らかお題が難しくなってますからね。いやまあ集中しだしたけども、これミスが、いやクー言っちゃってるもん、もう笑ったよ。めちゃめちゃ緊張するなおい。いやわかるよ、やばいぞ、わかる、気持ちは痛いほどわかる。全然成功しとらんやん。さあスコアは、いや2万点、いや終わり。さあその続いてね、すぐ本番です。数秒後に本番行きます。よし、もう恥かいたんで大丈夫です。はい、かける恥はかいたんで。よし、次が本番となります。はい、それでは参ります。よーいスタート、行きましょう。さあ本番です。うわ一発目ミスった。ただねもうこの時も割と平常心というかいつも通りの感覚に戻ってて、なんかもういいやと、練習であんだけミスったし、まあもういいやっていう気持ちでやってます。なんか言いましたね、声でボソッとボソッと言うのよね。でも落ち着いてる、練習の時と全然違うもの。いや引きもいい、この星のダブル揃いね、スコア高いんでダブル揃いになってないっていうね。こういうちょこちょこのミスがね、だもうこれレベル3まで上がってます。いいよ、いや息遣いが荒いもんね、もう。小声で落ち着けって言ったね今ね、落ち着けって言いましたね。さあこれで残り時間が15秒切ったっすね、音楽終わったんで。ここからどんだけ落ち着いていけるか、いいよ決めよう。あ、これでレベル4上がりました。押し順があります。
そう、押し順が出てくるんですよね。これ押し順がね、めちゃめちゃこう揺さぶってくるんですよね。いやレベル4まで行きましたけど、スコア空見上げた。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いやマジでうまかった。これ何この技、本当にうまかった。最後ねお話しさせてもらったんですけど、やっぱ常にビタ押しを考えてやってるっていう、このスピードでもう押し順始まってますからね。うますぎるやろ何の顔なんそれ、どういう表情で見つめとるの。マジやべえ、マジでうまいわ。うまい、本当にうまい、マジでうまい、やば、変なセンスよ。いやすごすぎる、ちょっとねすげえ感動して泣いてるやん。さあ宣伝戦お疲れ様でした。いやー、渡さんめちゃめちゃうまかったっすね。マジ実力差がありすぎて、正直なんか悔しいとかではなかったですね。もっと練習しなきゃなって思いました。でこの大会通じて思ったのが、やっぱねこの大会に向けて練習する前と今とじゃあやっぱ僕自身もめちゃめちゃ成長できましたし、まだ今後も伸びしろしかないですから、まあ、磨いていってね、まあ、お互い皆さんも僕もビタ押しをね練習していけたらなと。で僕はもうゆくゆくはねやっぱ決勝ステージに立てるように頑張っていきますので、ぜひ皆様今後ともまだまだビタ押し緩いですけどもピスタチオ田中よろしくお願いいたします。ほんでですね、まあ、この超ディスカッパー選手権ハイパーの決勝がですね2022年の1月15日に行われる予定なので、ぜひチェックしてみてください。応援しましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。